守ってやっえ、てく大谷ださ教い。授、もう、人外こであれれば AI に配もう送しよう今と日やか、めますよ。これできんのとかいうチャッ本格トは的もな一のやめ切まなしす。に。私が何決があっめまても。す。わかりましたか？パソコンで OK もうな劇ら、中に流し早ゲーいム終わらせ始る。めます。異議あった本ら、当ね。私に質問と、質本当問をに返もうし技てをく見だせてね、さい。早く終わらせますよ。まあ、他のゲームやりますよ、多ゲーをね。はい。おでんは多食べゲーたいやりかもましれすんけよ、ど、正おで月。んそはれ食っじゃね、たまらたダメね、でなんす。か引きはい。ますかね、食本わ当ずに。にゲーム楽しんでください。ゲームスタート。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師いや、村が一で番いいんす。だよな。これな、夜疲が更れけんまだしよた。な。人狼に金気取をるつようけなてく宝だ石じさい。ゃないし、占い師でもう黒見つけらんねん。俺もう隠しろ作んない占い師になろうかな。好きなとこだけ占う占い師。本気でやりたいけど、でもそれってダメなんだよね。好きなとこだけ占う占い師って。当たりよな、本当にもう。占っ村たで対寝か象したいはけど、マ人ジ狼だではありりまは。せん。先ほどの狼コンビの黒白っすね。もう、夜言うこがと明けま変わしんないた。し、見つけらんないで、巧妙化してるぜ。俺から隠れようと昨思っ夜て、は狼が。誰も死にませんでしうん。た。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。最初だから何喋っていいかわかんないですけど、まあ、進行論ですかね。まあ、なんか、理由つけて言ってっていうのは、もう本当にそうだなと思っていて、まあ、自分目線なんでその人が怪しいか、もしくはもう完全にもう黒なのか、もしくはもうこの人は村おきできるとか、そういった理由は、そういったことは、まあ、理由つけて話してほしいなと思います。あと、まあ、村スラは僕絶対やめてほしいですね。もう村スラされた時に、負ける確率マジで高いんで、村スラだけはやめてほしいなと思ってます。まあ、この位置なんで、まあ、一周目しか発言聞けないんですけど、まあ、頑張っていこうと思いますんで。はい、よろしくお願いします。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ、そうですね。まあ、そうですね。占い精査すればいいんじゃないですか。したかったら。市場さんが。そうですね。まあ、そうですね。村の人は占い精査しっかりしてやればいいじゃないですか。まあ、例えば、人外の時に自分何しますかって占いで。グレー精査しますよねって話で。当たり前なんですよ。それするんですよ、人外の時に。え、神もするんですか。神もするでしょうけど、人外がするんですよ。しなきゃならないんですよ。ってことは、まあ、皆さんの心の中で、逆を言えば、グレー精査しないってことをしないってわけですよね。必ずグレー精査入れるってことは、グレー精査しない占い師に出会えたら、その人死んじゃないですか。あなたたちの概念上。そういうことです。このゲーム。はい。まあ、そうですね。まあ、守護霊が皆さんあると思いますけどもね。剣を持って鎧着てる守護霊。それは、守られてる人は白いんじゃないですか。以上です。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。ちょっと、何言ってるかよくわかんなかったんですが、どういうことだったのかな？はい。まあ、一番さんはとりあえず村スラ絶対殺すなんてことぐらいしかわからないです。色落ちはしない。二番も、色落ちはしないが、正直ちょっと言ってる意味がよくわからなかったんで、精査不能かなと思ってます。わかる人いたら教えてください。黒見つけてえなって どうすんのこれ。とりあえず進行論は、まあ、一番は言ってた通り、その自分視点でね、どう見えるかっていうのを言ってほしいですね。まあ、角黒なのかっていうのは別に他人視点からでも別に盤面でわかるから、言わなくてもいいんだけど、どういうふうに怪しんでて、どういう理由だっていうのをちゃんと言ってほしい。それが間違っててもその人視点に立てばいいかなと思ってますね。はい。いやー、これ2番どうするんだ。するなら、まあ、1日目。残すならもう一生白気かなって思ってます。4番のプレイヤーが発言します。3番の言う通りかなって普通に思った。2番何言ってんだろうなっていう、ちょっと笑いながら言ってるところが、ちょっとね、無駄要素感じてしまったかな。俺もね、よくわからない。とりあえず1番は、占い精査をしたらいい。
でね、いろいろごちゃごちゃって言ったら、そうなんよ。一番は占い精査をしたり、二回言うって、いやもう、二回言ってその後の内容っていうのが正直伝わらなかった。正直ね、その三番がいて二番を今日釣るか、釣らなかったら村奥でこのまま置いとくか。うん、置けないよね。もうちょっと二周目に俺二番が漏れたら期待するから、めっちゃ交差して。一番っていうのは村スラッキーが釣るマンでしょ。俺は正直ね、モラサラでも、俺、精査が伸びるから、俺は好きなよ。俺考察できる人間やから、モラサラだった。それどういう原理でやったのか、モラサラしたのか、っていうのを、あのね、判断できる。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。占いで6番三四郎です。でね、色落ちがない村だなって思いますね。これ、役は、早めに出てほしいね。霊能も。騎士も早めに出てほしい。なんか怪しまれてる位置で、ね、ずっと俺釣られないし噛まれないからいいやって潜伏とかもやめてほしいかなっていうところですね。考察をするゲームだから。で、村スラはさすがにする人いないでしょっていうところで。でね、ここまで来てね、色が落ちる。2番軸になってるから、2番が、変なこと言ってるって言って。だけど、なんかそれに色もつけないから、わからんっすね。まあ、早く出て、狭まった中で考察したいですね。あと、僕結構、消去法の精査するんで。6番のプレイヤーが発言します。何言ってんだ、5番。5番人外っぽい気がする。はい。手だけ残しておきますよ。多分5番人外っすよ。レースだとかあれば別だけど。このまま占いには5を釣ります。はい。5が人外っぽいです。はい。色落ちないなって全然色落ちありますよ。1、2、3。全然一応これ違うし。はい。まあ、印象触れていきますよ。1に関しては別に、まあ1に関してはわかる。色落ちがないポジションかなって思ってる。はい。で、2に関しての精査がちょっと難しいところであるが、結構これ直感になる。2は役持ってんのかなって。はい。占いか霊能かなっていう感じがしますよ。はい。2が狼だった場合、1とは繋がらない絶対。そこの1、2の否定は見えました。はい。3、4に関してはどうだろうな。3に関しては2の意味がわからないところ。4に関しては2が村っぽい様子を知るっていうところ。3、4に関しても、言ってることはちょっと若干ずれてるなっていう印象です。はい。5は20っぽいですね。7番のプレイヤーが発言します。占い師6番が白です。占い師6番が白。まあそうですね。2番がどう精査するかにほぼ議論がいっちゃったかな。3番、4番もって感じですけど、なんかまあ個人的に2番は、まあ、狼全然あるかなとも思ってますね。個人的に。なんか1に対して、勝ちたか、あなたが勝ちったら、村井精査したらっていう、なんか目線が、なんだろうね。なんか、一番を、なんか、一番の中身が分かっていないでの発言じゃなくて、村助での発言っぽく感じちゃったんだよね。一に対して言った言葉が。はい。っていう要素もあって、まあ、要精査じゃないですか、二周目も。まあ確かに釣るなら一目だと思ってますよ。まあ五番の中身は分からんけど、まあだから3番と4番の反応が、まあ正常っぽく感じちゃうから、精査のしようがないけど、まあ2周目次第ですね。はい。6番が白です。8番のプレイヤーが発言します。はいはい。お願いします。1番です。2番の色っていうのは気になるけど、どうなの？サバサバしてるっていう印象かな？まあ1がそういう話をしたから、そういう風にやっていけばいいんじゃないのって感じで挙げてて、まあ言ってないよ。まあ、サーバーさん言ってないけど、確かにわかるけど。まあ、進行論を辿って2番さんは2番さんなりの上げてるから、ビンゴじゃないけど、まあ、プレイスタイル、スキル。でもそういう個人的な、なんかそういうのは持ってるから、まあ、まあ面白いかなと思って、ちょっとニヤッとしながら聞いてたかな、俺は。はい。それを7番か2番に対してヘイト向けるってはちょっと違うかなと。2周目もそれだったらって話を、占い師だったら大きい視野で見て考えるんじゃないかなと思ったかな。それがちょっとナンセンスかな。とかの、マイナスポイントが7、占い師が7、ちょっと2、9番のプレイヤーが発言します。
おはようございます。村人陣営です。気になったのは8番かな。2と4が、この結論だとあまりおかりっぽくないかなと思ってる。仮に占いが、占いはね、5番は教授目が、教授目、進路教何でもあると思ってて、7番は進路目かな、どこまで行っても。6番に白合ってる構図からです。はい。で、なんかね、2番があんまりおかりっぽくないと思ったのは、この盤面下において、例えば仮に占いが進路だった場合って、3、4って2番さん残しておけないと言ってる人物、この盤面下で、例えば5、7どっちかが狼で、6に白あった構図って、2番で 結論として結構釣り繋がってくる可能性が高いから、2番って進路だった時に狼繋がってないんじゃないかなと思ったから。4番っていうの、4番の白要素っていうのはあくまで俺の拾った要素だけど、3番が2番に対して残しておけない釣るなら今日って言ってる盤面下で、4番も2番に一瞬同調して残しておけないよね。でも、2番が無駄なら頑張ってって、狼だったら言う必要がないかなと思いました。例えば、占いが新境の2、4ロールはあると思うけど、占いが進路だった時4番って黒目薄いかなと思いました。1番のプレイヤーが発言します。お、よろしくお願いします。占い2番が占いで初白ね。で、7番が霊のスラ。はい、わかりました。大丈夫です。はいはいはい、ちょっと待ってください。はい。で、僕9番さんに対してちょっと違う印象を持っていたのが、まあ3番さんの意見に対して、まあ、4番さんがなんか、まあ、結構そのまんま僕意見一緒かなと思ったんですよね。なんで、まあ、なんか4番さんは目立たんポジションやなと思ってたんで、なんだ4の村置きっていうのが僕ちょっと9番さんあれか早いんちゃうかなというふうに思っています。で、あと占いはそうだな、まあ、2番さん2周目の話聞かないとちょっと分かんないかなと思うんですが、どうなんだろうな、5番さん結構芯っぽくないんだよな、なんかちょっとふわふわっとしてるから、なんかちょっと芯っぽくないなっていう印象を思い描いている。で、そうだな、8番さんがまあ7番さん、まあ、7番さんはスラスラからいいのか。なんだろうな。ちょっと現時点で、なんか印象、違う印象を持ってるなっていうのが9番さんぐらいで、なんか、本当に、誰がラストウルフどこにいるんだろうなって感じの、はい、イメージを持ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、1周目で。2番が占い師発しろっていうことを暗に言いましたね。8番の後ろの銅像を見ればわかりますね。それを守護霊に見立てて、8番の後ろにいる像を守護霊に見立て、剣と鎧を着てる人。その目の前に立ってるんだから、守護霊に守られてる人という目ね、暗に言いました。8白だということ。はい。5番は、グレーセサが非常におかしいんですね。2番が黒くならなければならないんですよ。5番がグレーセサしてる以上、2番は言いました。グレーセサするやつなんか死んじゃないって言いました。うん。はい。偽はグレーセサをする。必ず。うん。グレーセサしないやつは死んだって言ってます。はい。なら5番がグレーセサ入れた時点で2番はサイクロです。はい。わけわかんないどころか、明らかにおかしいことを言っていると述べられない限り、もう5番は人外です。はい。そこです。発言セサすればわかる話です。ということで、5番を釣ってください。5番です。8番、白です。はい。8番が白。まあ、わかんない。あって強人ってとこです。5番が何者かわからないんですけども、強路、確かにあるなっていう感じはしましたね。はい。なので、5番釣ってください。ということですね。もう、一応、言ってます。まあ、占い師の精査すれば勝てるゲームです。占い師なんで占い師のことしか話してないです。はい。わかりやすく、子供でもわかるようにやれば、転覆したことにすらなりません。まともに聞けばもう1周目で出てます。はい、5番つってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。あ、おはようございます。2周目か。なるほど、わからんって感じですけど、まあ、2はでも、強靭はさすがないのかなと思ったな。7のスラの方が後だったからね。ただ、正直、意味がよくわかんなかった。はじめって思ってたけど、まともなのが4番ぐらいしかいなくて、9に気になったのは、4は2を頑張ってって言ったから村っぽい。いや、よくわかんない。俺も今日釣んなかったら一生村浮きするって言ってんだけど。わけわかんないんだけど。9
9はだから3と4の差がよく分かんなかったから、ちょっと普通に怪しいかなと思った。で8もね、俺怪しいから2ロジックだと8もあんのかなとは思っちゃったんだよね。8って結局のところグレー精査しなかったんだよね。で、9、あと1、1か。4以外まともな人いないかなって思ってて、ちょっと追加しよう。1番は、俺盤面だけだったら5番って結構芯あんのかなと思ったな。あの1で高速打てるんだ、ふーんって思ってた。うん。ただ6をそこが、なんかすげえ叩いてるから、5ロジックだったら5、6の囲いってあんのかなと思った。それは高速に打ってるのが。ただ、結局のところ、2がこれでしょ。いやー、7のスラ以降で出てきたなら2の強締めもあるかなと思ってたんだけどね。まあいいや。で、なんで今日対抗釣ろうとしてるのかよくわかんない2番に関しては。グレーの精査をしてくれ。その銅像の話はちょっと俺、なんかよくわかんないですけど、なんだろう、騎士があるのか。なんだろうね。ちょっと本当に言ってる意味わかんなかったんで、わかる人いたら教えてください。なので、まあちょっとわかんない。1か9から行きたいかなと思ってる。うん。9番さんには3、4の差をつけた理由を聞きたい。はい。4番。のプレイヤーが発言します。うん。2番が新占いね。まあええか。いや2番がね、確かにね、占い精査をしたらいいっていうのは確かに、占い、自分が占い持ってるから精査したらいい、1番はっていう問いかけで、2番は1番に対して、それやったら正直ね、少なからず、ああなるほど、若干あるかな、2番の占いっていう発言であればと現状思った。1番に対して2は占い、1は俺の精査をしたり、だ2番が占い師やったら俺の精査をしてくれて、この盤面こうなるから。っていう構造は十分あるから、2番の占いっていう可能性もあるわ。確かに発言、1番目の発言取ったら。だからね、そうなると、俺5番っていうのが狼やった時っていうのは、あの盤面で多分2番が占い師って思考を持っているのは6番だけやったから、あんまりね、正直ね、5って狼やった時って、6白って打てないんじゃないかなと思っていて、ましてや9番っていうのはちょっと繋がらないかなと思って、5が狼。ただ5が強靭時って9はめちゃめちゃ繋がる。5が狼、6。6番っていうのは5が偽でしょっていう発言。普通6番の視点に立ったら5番って自分に白もらってから、新芽高いよねってなるのが普通なんよね。ってなると5、6っていうのが少なからずある盤面なんよ。なんかその明らかに盤面上5の方が芯高いでしょって6番目線にならなあかんのに、それが違和感やった。だから5の狼やったら6と1が浮上する、5が強靭やった時6、9、狼が浮上するって感じ。あんま3番狼やつ感じになる。5番のプレイヤーが発言します。あ、ごめんごめん、聞こえるか。よかった、聞こえてるよね。よかった、ギリギリ間に合った。ありがとう、ありがとう。あのね、ちょっとごめんね。チャットは、まあ、2番さんが潜伏って出てきて、7番さんが、霊能っていうのは把握した。で、これを、この段階で、どうないしようかな。2のシーンってのは切れるよね。2釣りからの、クロス声とかもないもんな、仮にな。騎士が逃げないから。一回グレー詰めての、明日2番釣りぐらいかな。それぐらい。守ってほしい、こんだけ差がついた。6番のプレイヤーが発言します。もうバカなのか、村がって思う。この後にどこが深夜で、一周目が当たってんだろっていう話。うん、じゃあグレーどこ詰めんだよ、5番視点で。9か1か3か4かどこ詰めんだよって話。はい。このシーンは切ってます。はい。
で、4番に関して違和感。はい。2に関してってのは、別に占いって決めつけてないです。役持ちだなっていう発言を残してる。なんで4は2が占いって分かってんだろうみたいな。意味わかんねえなと思って、4に関して。はい。2のあの発言から、役なしじゃ絶対生き残れないよ。2は絶対釣られるよ。役なかったら。だから、霊能か占い。まあ、もしくは騎士。役持ちだろうなっていう発言を俺残してるだけ。はい。一番視点が合うのは9。9に関しては村マークつけてます。はい。1に関しての違和感あげます。1に関しては、9は5の偽要素を取ってる。はい。で、1も5が偽に見えるんだろう。じゃあ9と視点一緒がある1。はい。そこに9に対して違和感持ってる1もおかしいっていうところ。3に関して気になったところあったけど忘れた。はい。9だけ弾いてます。1、3、4。8に関しては言ってること意味不明。はい。初週。でから2が8に白結果出してるところをうんと思ったけど、28ローローではないかなと思ってる。2の出方的に、振動位置だねって思ってる。超人ではないな、2は絶対って思ってます。はい。それでどうしても、なんだろうな、5が偽にしか見えないから、2を真に置くしかなくねって思ってる。グレーツ面なら1、3、4、6から行きましょうか。はい。7番さん決めてください。1、3、4、6から。これもいいですよ。はい。7番のプレイヤーが発言します。どうしよっかな。じゃあね、俺も Q はとりあえず初週のなんかやったら知りたくないかなと思っていて、まあなんかまあ3番は理解っていうかあんまりあれだったけど、あんまり真意を抱いてなかったけど、9番の言ってることは分かったよ。うん。3番と4番には明確な違いがあると思っているから、3番は今日するか、じゃなかったら残すか。4番は今日まだ残す、2番を残すっていう選択肢をがあるから、4番の頭の中には。あの一瞬の陣に。そこを拾っている9番っていうところなんじゃないの。だから9番はちゃんと話聞いてるし、まあ精査はいいなと思ったかな。とりあえず一瞬目の段階だね。どうしよっかな。まあ、6番の考察なんか5番にセロックは分からんけど、それ以外はまあまあ分かるんだよね。2択に絞ろっか。どうしよっかな。1番3番。1番3番並んで。1番3番並んで。1番に関してちょっと気になったところは、ラスールがどこかっていう発言を残していたんだけど、なんだろうね。なんか、2番5番が進路って分かってんのかなって思ったから、そこ違和感だったかな。まあなんかあと9に関して4の白き早いっても言ってたから、俺は9番評価していたから、まあちょっと引っかかったぐらいなんでね。1番3番にしますか。8番のプレイヤーが発言します。1場面ですよね。21場面で、まあ強陣占いし、まああとは6は今日だったら、9しか線か、1、3か、9は白狼でやってるのかって感じかな。正直言って、ペランペラン、酒飲みすぎてペランペラン、あんまり話聞けっかった。まあ5番がちょっとせず帰ってきて、まあ時間足りなかったかもしれないけど、グレーコツはできなかったから、ちょっとなぁと思いながら聞いて、そこは6番がそういう点もあったんだけど、がっつり殴ってる点か、1周目がそんなにあったのかなって。で、2周目に確信に変わった点か、それであえて教授に、まあ今日6が今日だとして、やってるのかって点か、7が6白手で6が悲しまってんだ。で、2を8でごめん。ミスってる。全然ペロンペロン。13か。まあ、統一ラインがせんかなと思ってるから、逆に3、5で9いらない。怖い位置だったら9ぐらい。で、まあ、まあ、ばあさんが実際でどうかかけたら、もうほとんど勝ちだと思ってますね。はい。そうです。あと、なんで俺が全然話聞いてないかっていうのが分かりますね。9番のプレイヤーが発言します。
占い師は真に取れる占い師を、明示すればそれでいいと思ってます。落とすのは 1本かなと思ってるから。俺が初心の段階で2、4評価していきたので、多分それが困る人物だと思ったんですよね。2、4評価。あ、いや別に、なんで出る必要があるの？辛いないでしょ、基本。2、4評価、あ、じゃあ俺が2、4評価されて困る人物だと思ってるから。1、3取るなら1、1本かなと思ってるから。1番さんって俺の発言に違和感があるんだったら、その違和感をちゃんと説明してほしいかなと思ってるから。7番も言っちゃってくれてるけど、3番さんに対してアンさんするんであれば、3番さんって。あ、まあ、それどっちなんです。3番さんは、2番さんを釣りたいと落としたいと言ってる人物。はい。村なら一生白切ってるよけど、釣りたい方にバイアスがある人物。4番に関しては、2が村なら頑張ってくれて応援してる人物。3、4は明確に違います。4は2を釣りたくないと言ってる意思を示してる人物。3はどちらかというと釣りたいと思ってる人物。じゃあ、2が狼っぽくないと拾った俺からしたら、3と4だったら明確に言うのが白いです。これが3番のアンサーですね。はい、1星1本かな。1で普通かろう、普通に普通にローが落ちるかなと思ってるかな。はい、言うんで3、4に勝てないと思ってるから俺に誘導した。しかも俺の発言に違和感ならその違和感を明確に言ってほしいかなと思ってる。4と6は明確に弾いています。なぜかというと、4が俺が一目の段階であれで白を着た場面かで、4が俺を釣る人はないと思っています。だから、4と6は明確に白いかなと思ってる。はい、6は俺をここまで明確にカバー必要ないと思ってる。4番さんは、ご教授の6級ローローで追ってるの？だったら2番さんが死んで問題がなくないですか？はい、2番さんが好きなところ占いは。あなたのですね。3番さん目線、5番さんの芯持ってるようには動かない。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これからと。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しようしました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。いや、僕9番さんを2週目に話したのは、なんかその4番さんの白置きの仕方が2をなんだっけな。なんか2は2周目頑張ってみたいな発言から、なんか白と置くという話をしていたんですけど、いや、それ結構弱くないかなと思って聞いてたんですよね。うん、なんで9番さんと視点が違うなみたいな話をしてたんですけど、まあ、なんかそれを分かってもらえない辛さというか、なんかその、誰だっけな、6番さんが、なんかこう、1を、あ、僕はなんか9番さんを、なんか視点が違うから怪しいみたいな話をしてて、ただ5の芯切ってるのは一緒のスタンスじゃないかみたいな話をしてるんですけど、いやまあ確かにそうやけど、そのさっきの発言からなんかちょっと白置きが早すぎるんちゃうかと思ったんで、まあ、なんか1周目って色落ちしてなかったじゃないですか。なんで、まあ、9がその中だったらなんか不当な白置きだなと思って聞いてたんで、そこを挙げたんです。まあ、わかんないですね、正直。ただまあ、5番さん、もう白ないでしょっていうことで、なんか2番さん噛まれたら負けだなと思うんで、8番さんしっかり守ってあげてほしいなというふうに思ってます。そんな感じですかね。いやー、以上。夜が更けました。人狼に気をつけてく。俺を選ぶなんて。悪い子だな。まあ8番が言ってるから、5番も一投票してんだから9占うでしょ。白できたらでかいでしょ。8番も納得できるし、俺ももはや分かんないし、6番か9番だけど、まあいいんじゃない。5番が9番投票してるし、占った対象は人狼ではありません、うん、しょうがない。9番指定もあるし、まあ占っとくわ、うん。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。あ、九四郎どうも。7番は、あ、OK です。あ、九四郎か、了解です。本当に俺らなんだ。無駄でしかねえと、まあ俺の視点だけどまあいいかな。7番さんが決めていいと思ってるかな。今日はね。あ、ごめん。
聞こえず、あ、聞こえる？大丈夫？俺が確証になろうとも俺の視点でつまらないんですよ。明確に俺は昨日一番おかしいと思ったら一番強いしてるけど、一番結果したら本当申し訳なかった。俺の視点でもうなんか、戦後とかに見えるけどね。ここは江戸がまあ、偽物だった場合なんだけど。三洋老老は俺根本、占いが信教の、三洋老老ってのは俺の視点ではっていなくて、6番を知ると完全に弾いているから。あ、てか、俺学習だから4番3目線の、ご教授の6級ロールがもうないんで、その思考は、修正してくださいね、今日、と思ってるけど。占った理由聞きたくねえや。もういいわ。ごめんなさい。聞きたくないから、2番と5番の空位置を提示してください。僕が学習を見た段階で。それで決めようかなと思ってるから。はい、俺の目線で仮に狼だったとき、俺、ほぼ占い進路だと思ってるんですけど、この番面において。5が狼だときには、ラジックで3しかないかな。3番で昨日の新聞でこのシーンを撮った人物だからね。1と見ると普通に見えるかなと思ってる。2、3には全く見えない。で、2が狼だときの地区っていうのは2になるかなと思ってるから。はい。だから話聞かせてください、ね。俺は3と4だったら明確に4が白いと思ってるよ。はい。以上です。てか、俺占ったんかよ。まあいいや。2番のプレイヤーが発言します。うん。隠し城作るためですね。8の指定もあった。隠し城作るため。5番は急投票している。5番はライン切りしてるかもしれないし、5番は9占ったっていう風に言い張らないとおかしいからね。うん、だから9占いした。はい。狼ないです。はい。これだけですね。まあ、好きなところ占わせてほしいけど。うん。まあ、5番が、まあ、要は3、4、5、6の中に2ロイルってことですよ。1が白であれば。今日5番つってください。今、チャットのスピードがものすごい遅いですけども。もういい加減にしてほしいんだけどね。もう本当に。もう5番でグレー精査してないんですよ。はい。私言いましたよ。グレー精査しないのが真だと私は言ってグレー精査してないんですよ。うん。5番って普通の人なんで、グレー精査する方が真だと思ってるタイプでしょ？その人はグレー精査入れてないんですよ。3、4、6、3。まあ村だったらしっかりやってくださいよ。狼だったら俺投票すればいいけど、村で入れてても知りませんよ、もう。1番が村だったらもう、負けますけど、強靭にかけるしかないんで。それだけですね。9番は要は5と、5番が9投票してんだから、9番占った形にしなきゃおかしいんだから。だから、まあ俺は6か9どっちでもよかったってことだけど、8の指定もあったって分だけ9入れた。8は騎士で納得させるためにもね。5番が何者かわかんないですよ。グレーセさんもさっぱりなんで。まあ、3、4、6が5番に入れるか入れないか見ればいいんじゃないですか。チャットの遅さで。あれで死んでも産んだったら、まあ、しゃあないじゃないですか。うん、私も、あぎれで吐き気が出て、吐き気が出てしますよ。5番つってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。いやー、これむずいなー。急占いは、まあ、しなくていいと思ってる昨日の発言で。もう、この人って結構、白弾きしてるからね。4、6、白弾きしてたら、もう戦えないからね、最終場面で。で、9の4で言うんだったら、まあ7に言ってたから、そういう意味だとまあ分かった。うん、それは7が言ってたから。ただ、俺が言いたかったのは、落とすなら初日だよって言ってる。それを落とさないって村が決めるんだったら一生残すぞっていう話をしている。うん。4番は俺はあんまり黒く見えてないんだけど、ただ4の黒目は逆に言うとそこだよね。2の白が透けてるから変わった。2の評価してる。6は分からんな。6もでもさすがないな。あの状態で2の芯決め打って2の評価にするにしてもちょっとやりすぎ。ただね、2番3芯で見てるのが6、9は。なるほどね。まあ分からなくはないけどね、とんでも行動を取る。ただね、2番隠しろ作ったっていうのはね、正直人外発言だからやめてほしいんだよな、芯だとしたら。隠しろ作ったってなんだ。対抗が白必ず出るって、白付けしている人外の発言だから、なんで5が9に黒って可能性もあるでしょ。5って結構9疑ってたんだから、なんで隠し色を作るために占ったって、それはちょっといただけないかなって思ってるんだけど。マジか。ちょっとむずいな。ただ6は、盤面的にはもう5、6がないことから、まあ村となるとラスール4なのかな。って感じですね。はい。まあ、ちょっと、5番の話も聞く。4番のプレイヤーが発言します。結局3番は2と5どっち来たんよ。4が狼軸であるときって2と4、4と5どっち繋がるの。それを明確に言ってほしい。
俺目線でスッキリしていて、5番、俺2、3ってほぼないと思ってるよね。あの盤面下で3番っていうのは2番を釣りたい。残すんやったら最終位置。だから釣られる可能性もあることがあるんよね。だから2、3って見にくいよね。ってなると3番黒軸やったら5番。2番がだから俺が村やから2、3ないってなると、普通に逃がしんでしかなくなるよね。俺思考っていうの。ってなるから俺は今日5番行きたいなと思っていて、5、6がないっていう3番の思考もちょっとおかしいなと思っていて、5番が6番に対して、あ、6番が5、あの6番が5番に芯ないよねって発言から別に、それは2番から占いを買わない行動でもあるから、その白弾きは3番おかしいなと思ってるんよね。いやー難しいな。2、3が見にくいから今日5かな。5、3もあるし、5、6もあるんよね。2、3が見えないから、俺自身が村って分かっているよね。2番が狼軸ってことは3しかないよね。その構図が見当たらないから、普通に5番行こうかなと思っている。うん。俺自身が村を分かっていて2、3見えないってなると、普通2が死んでしかないから5行ってしまう。それだけは変わらないかなと思ってるよね。結構3番の考察が安直やなと思う。だからこれで 2,3 やったら負けるけど、俺はそれは追えないから今日5番いきます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。まあ4番さんはもう最後の戦い方法を見つけたのかなっていう感じですかね。僕は 2,4 ロールかなと思いますね。あの3番の指摘は的確だった。あの2番が隠しを作るための9番占いですっていうのは失言だと思うし、あと、なんだろうな、そこを4番が盤面だけで言って、あ、そうだよなっていう感じにはならないのがおかしいかなってところぐらいかな。でね、あの、私め、あ、なんか2番に俺が占い結果遅いって言われたんだけど、それって、なんか、要素になりますかっていうところなんですよね。あの、占い結構遅くて、で、急にしそうでしょ。あの、僕が、あの、隠しろ確定させた人なんですよ。わかります？僕が隠しろ確定させた人ね。で、あの、そんな、あの、僕、現代だったら、隠しろ確定させませんね。そんなわけですね。で、7番さんが例の8番さんがかり。残ったところは、まあ、2、3、4、ここなんだけど、だけど2、3、2、3っていうのが、まあ、3番さんが2番さん切ってるんだったら、まあ、まあ、やべえなって思うけど、まあ、2番切って、今日2番切って、明日僕分かるから、3番、4番占いで。なんか、その時はちゃんと説明する。2番切りね。6番のプレイヤーが発言します。まず一番嬉しいこと言います。ハチみたいなバカが噛まれてよかったなって思ってます。はい。7番という例のが 1,3 の欄を提示してるのに、ハチっていうのは9に入れてるバカだなと思っております。はい。で、5に関しても洋館で、5の投票先って7に従って 1,3 をするか2投票なんじゃないの、5視点って。なんで9に入れてるの、アホかと思って。だから偽っぽく見えんだよ5番と思って。5が死んだったら勝てねえと思ってる。はい。で、3に捏造されてる。はい。言います。3に捏造されてる点です。はい。2に関しての精査です。あ、間違えて、5に関して。あ、違う、4が言ってたんだ。4が追いかけてる5、6の要素って何？あ、意味がわかんない。はい。で、まあ、2っていうのはほぼ進路位置だと思ってます。初週間残しております。はい。7より前に出てるからってことです。7の砂の前に出てるから。2が狼だった場合って4しかありえないなって思って。強靭に関してはそしたら分かりません。はい。3っていうのは初週から2を、釣り位置になるんじゃねえかっていう、なりかねねえかって挙げてるところ。だから2、3は否定かなって。何が狼だった場合っていうのは2、4かなって。2の強靭はないなと思ってます。2はあって進路位置。はい。5がやっぱ強靭臭く見える。5が強靭だった場合って3、4しかない。5が狼だった場合ってつながれるのは3、4、正直ぶっちゃけどっちでもあると思ってます。そんぐらいですね。はい。結論的に今回2号星座です。やっぱりどうしても5が2000に見えてしまいます。はい。で、5って言います。っていうところ。はい。2に関しては占い師も明かしてます。いや、でもどうだろう。まあ、そうっすね。はい。7番のプレイヤーが発言します。
まあ、これは指定じゃないんで、好きな方入れてもらっていいんですけど、俺は2番入れようかなと思ってますね。今日になって4番が白下がって3番の白上がったかなぐらいに思ってます。が、4番って3番、2番と3番が切れるから自分の村を知っていて、3番5番でしかないっていう目線はまあ別にわかんなくもないけど、3番の中身を精査しようとしない気がするんだよね。2番について言ったことは3番が真っ当ですね。2番は自分自身から9番に隠しろ落とすために占ったって言ってるけど、なんか、そもそも自分が占って白が出るかどうか、5番から白が9番に飛ぶかどうかって、わからない目線で隠しろを作るためにっていう言葉は3番同様いただけないなと思ったかな。あと、ない単体もそうだわ。さすがに、なんかまあ5番の方がギリ、2番との精査をしてると思うよ。2番からの派生でグレー精査をしてるように感じたから、まあ僕も2番じゃなくて、2番の考え方じゃなくて、一般の方の考え方だから、まあ、グレー精査してる方が真っていう考え方なのね。だから申し訳ないんだけど、2番と5番の単体比べても、まあ真になり得るっていうか、印象がいいのは5番の方だからっていうのも含めて、4番が若干雑に感じたかな。そこで3番5番つなげるって、まあ2番3番ないっていうのは分かったけど、まあ2番4番とかでも見ましたね。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。はい、どうも。はい、どうも。ミスリードしている人が多いですね。ミスリードの塊ですね。これ、僕、実質仕事終わってるんですよ。実質4黒って、24黒って、実質仕事終わってるんですよ。考察も入れたらね。んで、まあ、そんだけ、一番で釣れてなかったら負けね。一番で釣れなかったら負け。ああ、そうだな、マジで。9番なんか喜んでた感じだったもん。隠しろになって、やめてよ、俺隠しろになって、って。そんな感じがひしひしとしてました。ミスリードしたのは、誰だ？まあ、とりあえず、24黒9強陣だったということで、負けですかね。はい。この気持ち伸ばってた。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占い師の方は、その疑いには、どんな根拠があるのかな？占った対象は人狼です。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。おはよう狂人、今日は2番に投票するかな。俺が狂人だから、2を切ったら100% 赤目に出れば勝ちだから、はい、3ゴールだったらすまん。てか知らん。3ゴールだったら知らん。3ゴールだったら、すまんかな。俺今日2投票するから俺がする。それが俺の狂人だぞと思ってる。はい、俺目線で俺が狂人だから俺が金持ってれば 100% 勝てるから。最終日投票すればいいだけだね。だから今日が2万人投票するからそれが俺の狂人だぞと思って。村には申し訳ないが。で3ゴールだったらすまん。これ勝てん。はい、3ゴールだったら2の方が強すぎる。っていうか、3号ロードだった場合は普通に苦味だね。ああ、無理か。3が2投票してるから。ああ、2番が狼だったら今言って。じゃなかったら2投票して、多分苦しいんだろうな。まあ、各種だからもう狂人で言うしかないわ。すまんが。以上です。2番のプレイヤーが発言します。3号ロード、
急遽なんで、4番、6番、3番行ってください。はい。サンコロロ、急遽。9が狂人に白状したんで。サンコロロ、はい、サンクロです。はい。5番も人外なんで、イコール5、黒。4、6、村。だったっていう。そこだ、7番。うん。自分のレベルの低さを自覚しろ。また4番、6番の方が正しかったよ。9番、狂人勝てたのにね。うん。5番はもうグレーセサしてないんだよ。2番ってのはグレーセサしないって言って本当にしてないんだよ。7番自身考えてみろ。自分は、君が俺を否定するってことは、グレーセサする人だろ、病気がかかって。占い師だったら必ずグレーセサ入れるんだろ、7番は。じゃあ逆に考えて。グレーセサしない2番って何なの ?7 番視点。絶対的な芯だろ。7番が人外でできないことを取ってる奴がいる。奇跡の占い師だ。俺に出会えてよかったら7番。うん。4番、6番。価値観進行。うん。三釣り。うん。狂人生存盤面で。まあ、俺が死んだからもう勝てるんだけど。仮に、まあ、なんか、2、4とかなんか疑ってんだったら、だとしても、3番行かないと勝ちないよ。9番が狂人だから。うん。まあ、6視点は多分信じてくれてれば、4、6村なんだけど。価値観進行を取って。うん、ここで2番行ったら確定負けです。勝ちはゼロです。でも3番行けば 50% あります。まあ俺が死んだから 100% です。はい。勝ち着進行。3、5、ロー、ロー、9、3番行ってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ9番が村であることを祈って言うけど、まあ君は進行だからもう行くのかな、これ。一応2、4、ロー、ローね。3号ローローだったら、ぶっちゃけ5番つって3番噛みますよ。だって、9と6が昨日の時点で5の方が怪しいって言ってんだから、2なんか、釣れるわけないからね。で、4番あんまり黒死してなかったからなんだけど、4番の黒目って若干あって、それはさっき、昨日の週言った通り、2番のことをかばったっていうのと同じで、6番まで平等をばらまき始めたんだよね。俺、5、6の否定したよね、一応、理由をつけて。なんでないのっていきなり直後に言われて驚いたんだけど、5、6ローローであそこまで叩いていて、2番の芯上げすぎていたら、5が釣られる流れなんだから勝てるわけない。2の評価集で占われないとかじゃないから。はい。で、今の発言を 50% で自分でポロって言っちゃってたから、無理なのかな、これ。一応お願いしたいんだけど、9番さん、あそこで狂人だったら多分狂人指揮をすると思えないから、ちょっと村がマジで2に行ってほしい。まあ、9視点村だとしても6の強化あるから、きついかもしれんかってとこだな。いやー、ちょっとこれは、ね、決める進行って言いました。決める進行っていう発言で気づいてほしかったなって感じですね。4番のヘイトのバラメキュプリも、もう一回言うよ。3号ローローだったら、こう釣って3が見します。はい。4番。のプレイヤーが発言します。はい、俺自身が村で6番が白角、9番が狂人が3号ローロ、少なくとも2、4ローロがあっても旧狂人やったら PP やから、それを言わないんで普通に俺が村なんよ。だからどう考えても3番の思考で6を白弾きするのって6番の白を知ってる構図でしかない。俺は村やから5、6ローロっていうのが現状ある盤面、それを追わない3番っていうのがおかしい。確かに2番の静言はある。ただね、それ以上に俺は2、3が見えないから、普通に3、5、ロード、5番が絶対黒筆頭軸になるんよね。俺自身が村やから。だからこの精査って結構ね、簡単なんよね。やっぱり発言精査はできるが、スキルは違うんよ。だから3番のスキルって結構高いんよ。だからそういう構造はできるけど、他のスキルはそこまで高くないと、そこの目線に合わせて考察しないとダメなの。どのみち9番狂人があるから、6番っていうのも分かってると思うけど、この盤面で9狂人がもう絶対3行くしかないよね。もし2、4ロールあっても 100% 負けない。だから俺自身が無礼か。まあ6番は5番の偽っていうのはすごい良かったな。俺は正直ね、5が偽軸の時6かなと思ったけど、ただこの発言で3番が2を叩き、2番に、5に行ってる構図から3号ロードでしかないから、この場面は勝ちです。はい。だから今日3投よね。9が狂人っていう時点でもう絶対3投しかないから。2番も3、俺も3、6も3、9番だけが2行く構図。それは9番か狂人やから。ただそれだけ。
3投票ね、以上。6番のプレイヤーが発言します。いや、あのね、だずっと言って4の言って意味わかんねんだよ。なんで5が2で俺になるんだって思ってんだよ。5が2で1、3の欄で提示してんのに9投票してる子ってことは5、1、5差もあるだろっていう話、4に言いたいの。なんで初週から5、6、ローローで5つ言ってんだよって話。意味がわかんない、4言ってること。うん。だから4がそんなに5、6壊してるから、2日目の段階でもしかしたら2、4ローローであるのかなと思った。でももし2、2、4ローローだった場合って、2が4しろ結果打つんだよ。2が4しろ打って、絶対4が俺を通用すから。うん。絶対そういう構図になる。でも2が3黒結果打ってるところから2、4は否定される。初週から述べてる通り、2、3っていうのは否定要素はかなり取っている。1日目の段階から、2、3ローローで3が2を通用するところはないと思ってる。はい。最初の3番手の発言で3番がね。はい。っていうところ。で、これはほぼほぼ2がしていいんで、旧教人だと思わなかったけどな。うん。それ誤算だったね。うん。それがわかんなかった。旧教人。うん。1、3、4の中に黒人がいるなっていうのは分かってた。はい。てか別に2がしんとは思ってない。5が明らかにして、で、球がめっちゃ村に見えたわけ。うん。ただそんだけ。うん。まあ、黒囲いはないと思ってる、2、3の。絶対ほぼないと思ってるから、あ、3投票します。2、4は見えないかな。2、4だったら2は4しろって思ってるんで、3入れます。全プレイヤー。その疑いには、どんな根拠がある？隠しろっていうのは、5番が9の白を打って、まあ、俺が白を打てば隠しろなんだけど、蒸らしてんね。5番が白を打って9白を打って、俺が9白を打ったら隠しろなんじゃん。何も失言じゃないじゃん。何が失言なんの。うん。終わったよ。危なかった。6番占わなくてよかった。ししたただの蒸らじゃん。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。いやー、5番さん、すいませんね。いや、俺ね、7が2行くって言ってくれて、1が強靭に見えてないから、強靭に行ってくれるかなと思って2に行っちゃった。9番！あのね。いや、正直ね、言った通りやろうとしたんですよ。5ずりして、2巻で、8に黒結果見てて、4か6と戦おうかなと思って、で、4の最後、黒目、最終日に言ったら投げようかと思ってたら、7が2言ってくれるって言ったから、おっと思って2入れちゃいました。すいません。え、9番って2番が真に見えたんでしょ？あ、ごめん、2番がローに見えてってことでしょ？ 5層に持って。4が、シンプルに、3号ローだったら、初日、7番が1、3ランテージしてるのに、ここが俺に入れるっていうことじゃないかなと思ったから。5番さんが俺に投票するのはおかしい。いや、8番ぶっ飛